シャローン。はい、では2023年4月23日朝11時の東大阪エルメキスト教会の礼拝を始めましょう。一緒にこの賛美歌を歌いましょう。祈り祭る
緒に賛美する時間になります。立ち上がれる方がぜひ立ち上がって一緒に主を賛美しましょう。Thank you.
主の教えは私たちを助け、私たちを助けてくださることを本当にありがとうございます。主が共に行ってくださることを怖がるもの一つもないです。本当にありがとうございます。主の教えが命です。感謝します。今日もどうぞ神様、
太鼓先生のメッセージに通して私たちのこの命を与えてください。私たちの耳を開いて、心を開いて、神様のメッセージをいただきます。感謝します。太鼓先生を油注いでください。ありがとうございます。イエス様の御名によって祈りします。アーメン。はい、これからはメッセージの時間です。太鼓先生お願いします。どうぞお座りください。それではメッセージの時間に入っていきます。ですね、はい、今日は写真をね最初にあげました、あの真由美さんね、ミニストップの写真と、これ教会の母子室の写真ですね、金曜日にはマレーシアのメソジスト教会の宣教部のリーダーです、白い服がグレイス先生で、赤い服がドン先生ですね。このグレイス先生とドン先生をお迎えして金曜日に一緒にお祈り会をすることができましたことを心から感謝します。でこのグレイス先生ですけどね、あの足の方を少し怪我しまして、ひびが入っているんですけども、その痛みをこらえてこの日本のために来てくださいました。そして今日はすでに福井に行っています。その後北海道、そしてまた京都でマレーシアの方にお借りになりますけども、6名の宣教師の方々とお会いします。大体2週間ぐらいの長い旅となりますので、特にねグレイス先生足の方ひび入っておりますので、すべての予定が守られるように取りなしのお祈りをよろしくお願いします。真由美さんもねミニストップでお会いできて本当に感謝しますね。はい、またね、日曜日いつかね一緒に礼拝できたらいいなとは思います。それでは今日のメッセージテーマ、忍耐と希望はワンセット、忍耐と希望はワンセットということで、テサロニケ人への手紙第1、2章、先週1章を見ました。今週2章を開いていきたいと思います。では聖書のお持ちの方はテサロニケ人への手紙第1、2章を開いてみてください。ですね、テサロニケ、手も手、ね、手が続きますね、手通す。でテサロニケの第1の方ですね、2章です。最初はですね2章の17節から20節を朗読していきたいと思います。2章17節から20節になります。はい、週報のうちにもありますけども前の方も出ますので、ね、こちらで一緒に読んでいきましょうか。17、18、19、20ですね。それでは一緒に朗読しましょう。3、はい、兄弟たち、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されてしまうと言っても、顔を見ないだけで心が離れていたわけではありません。そのためあなた方の顔を見たいとなお一層望みしました。それで私たちはあなた方のところに行こうとしました。私パウロは何度も行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げたのです。私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは一体誰でしょうか。あなた方ではありませんか。あなた方こそ私たちの栄光であり喜びなのです。アーメン。今日は3つのポイントを挙げてみました。第1番目はサタンの妨げということです。2章17節、兄弟たちとありますけども、まあ、これはテサロニケのクリスチャンのたちのことですね。兄弟たちとはテサロニケにいるクリスチャンたちのことです。手紙ですね。そして私たちはというのはパウロとシラスとテモテ、主にこのテサロニケの教会の開拓に関わったメンバー3人です。まあ、パウロは手紙を通して、テサロニケのクリスチャンたちを励ましていますけども、
なかなかこのテサロニケの教会のクリスチャンたちと会えなかったようですね。顔を見たいと切望したけど会えなかったですね。あなた方のところテサロニケのクリスチャンたちに会いに行こうとしたんですけども、しかもね1回や2回じゃないです、何度も行こうとしたんですね、まあ、けれどもサタンの妨げにあって、まあ、会えなかったという手紙ですね。まあ、でもパウロはそこで気落ちせずにすぐに主イエス様に目を向けてですね、まあ、この希望の福音を語り出していったわけであります。でこのパウロは本当にこのテサロニケのクリスチャンたちに本当にこの会いたい、もうとにかく会いたいと切望していました。それはテサロニケのクリスチャンたちのことを愛していたからですね。まあ、パウロにとってテサロニケのクリスチャンたちは霊的な我が子でした、ね、実際の子供ではないんですけども、自分が苦しみの中から産んでいった、ね、この霊的な我が子たちでした。ですから何とかして会いたいと切望しました。これ2章の2節の言葉なんですね。ここはパウロがどのようにテサロニケの教会を開拓していったということが書かれているんですけども、まあ、使徒の働き16章ではパウロは先にねピリピで伝道しています。初めてのヨーロッパの宣教ですね、伝道旅行で。ピリピの教会16章、有名な御言葉がありますよね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるという御言葉です。これどういう過程で語られたのか。ピリピで伝道しました。でもパウロ捕らえられて、まあ、鞭打ちされていきますよね。恥ずかしめを受けました。けれども神様の励ましによってまた福音を語っていこうと勇気づけられて、ピリピの町から次17章に入ってテサロニケの町へと宣教に行きました。先週話しました、テサロニケの町でも激しい迫害が起こった。わずか3週間しか福音を語ることができなかった、ね、もうそれ以上いることができないほど、3週間以上福音を語ることができないほど激しい苦闘があったんですね、どうしようか、激しいですね、これ迫害が起こった、でもまだここに残りたい、でも命が危ないということで本当に心の中で苦闘しながらも次の町へと移っていった。でもその3週間の中で福音の種がまかれて、そこにクリスチャンが生まれました。だからパウロは苦しみながらテサロニケの町で福音という種をまいて、そしてそこからテサロニケのクリスチャンたちが生まれていった。お母さんはお腹を痛めて苦しみながら産んだ子供を愛します。パウロは激しい苦闘の中で苦しみながら福音を伝えて産んだ、まあ、生まれた、ね、クリスチャンたちを霊的な我が子として、本当にもうこれはですね、もう自然に湧きかかってくるです、ね、愛を持って愛しました。だから何とかして会いたかった、ね、生まれた子どもたちをほったからしにしたらですね、母親はねもう気になりますよね。パウロはそういう気持ちでした、まあ、母親のように、そしてまた父親のように愛しました。私たちはとはね、パウロの子供入ってますよ、自分の子供たちを養い育てる母親のように、テサロニケのクリスチャンたちは本当にですね、自分の我が子のような存在ですよ。だから母親のように愛おしく思って、自分自身の命まで喜んであなた方に与えたいと思っています。このような愛を持ってテサロニケのクリスチャンたちを愛していました。そして今度はですね、父親のようにと続きますね。私たちは自分の子供に向かう父親のように、母親の愛と父親の愛は少し違いますね。厳しさもありますけども、あなた方一人一人にご自分のイエス様の御国と天国と栄光に預かるようにと召してくださる神にふさわしく歩むように、勧め励まし厳かに命じた、まあ、母と比べて少しこう厳しさが止まっているような父親の愛ですね。この母の愛、親の愛を持ってパウロはテサロニケのクリスチャンたちを
愛しました。どうでしょうか、親にとっての苦しみいろいろありますけども、まあ、その中でも我が子と引き離されていく苦しみ、自分の子供と引き離されて会うことができない、まあ、これほど辛いことはないでしょう。パウロは霊的な我が子テサロニケのクリスチャンたちに会えなかった、本当に顔が見たかったけども顔も見ることができなかった、絶望しました。会うこと何度も、ね、2章18節ですね、何度も会いに行こうとしました。しかしサタンが私たちを妨げた。サタンの妨げによってテサロニケに行くことができませんでした。サタンがどのような妨げをしたのかは具体的には書いてありません。分かりません。何があったのか。もしかしたら牢獄に閉じ込められて身動きが取れなくなっていたのか、何かの病気にかかって体が動かなかったのか、いろんなごちゃごちゃした問題が起こって、もうテサロニケに行くどころではないという問題が、行こうと思うと何かいろんなところから、ね、ポンポン問題が出てきて行けなかったのか分かりません。でもとにかくパウロは霊的な視点を持って見抜いたんですね。その背後にサタンが働いており私たちを妨げていると。私たちの生活の中でもサタンというのも働いていますよ。見極める必要がありますね。もう全部が全部サタンじゃないですよ。でも背後で働いていることがありますよ。確かに。だから世の中のテレビニュース見て、もうこの世が悪い、もうあの国が悪い、もうあの、ね、リーダーが悪いって責めるのは簡単かもしれませんね。でもその背後にもしかしたらサタンが働いているかもしれない。私たちの生活の中でもそうですよ。あの人があんなこと言った、この人がこんなこと言った、あの人が悪い、この人が悪いって責め合ってたらですね、いやこれサタンの思うツボですよね。その背後でもしかしたらサタンが働いているかもしれない。だから私たちはそういう霊的な目を見て見極めていく必要があります。クリスチャンになる前はサタンの奴隷でした。サタンがいることも知らないし、自分がそれに操られていることも知らないし、全く罪の奴隷の中、暗闇の中を歩んできました。でもクリスチャンになりました。サタンの奴隷から解放されたんですね。イエス様の十字架の血によって、そして霊的な武具を受け取りました。2番目は霊的な武具を身につけましょうということです。悪魔は賢いです。その人の弱さを知っており弱みにつけ込んできます、ね、ある時は誘惑してきます。ある時は天使のような姿で、何かこうしたら成功するよ、立派になれるよと誘惑してきますね。それ見抜く必要がありますよ。その背後に何が働いているのか。ですからエペソ6章11節からですね、18節までは悪魔の策略に対して固く立つことができるようにと、神のすべての武具を身につけなさいと霊的な武具がたくさん出てきます。今日は一つ一つ全部見ていきませんけども、一度一緒に読んでいきましょうか。12節3、はい、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。はい、血肉、見える世界です。この世で起こっている出来事です、ね、インターネット、テレビ、いろんなニュース出てきますね。また私たちの 日頃の生活の中の人間関係、いろいろありますよ。そこばっか見てたらもうサタンの思うツボですよ。その背後でどんな力が働いているか、暗闇の力が確かに働いている。それには丸裸では勝てません。丸裸でサタンと戦うとでも負けますよ。だから霊的な武具をイエス様は与えてくださいました。それは何か、13節一緒に3、はい、ですから邪悪な日に際して対抗できるように
また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。はい、すべての武具です。頭だけだったら体が無防備ですよ、ね、体だけで頭がね、兜かぶってなかったらですね、頭一番大事なところやられますよ。すべての武具です。すべての武具を身につけるときに初めて私たちはサタンと対等に、いや勝利することができる。14節3、はい、そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。続いて、これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。アーメン。信仰は霊的な盾です。悪魔は嘘偽りを言ってきますね。神様など本当にいるのか、お前はもうダメだぞ、見放たれた、お前は失敗者だと、そういう思いを入れてきますよ。信仰の盾によって私たちはその思いを防ぐことができる、ね、いや私は高価で尊い存在だ、神様に愛されている、神の子ですと、世の光ですと宣言することができる。救いの兜、兜は頭につけるものですね。最も大事なものですよ。イエス様の十字架の救いによって救われた。また御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。これが御霊の剣、聖書の言葉です。皆さん、戦場に剣を持たずに出ていくことができますか。今の時代ね、剣の戦いはないんですけどね、御言葉は剣ですよ。これによって勝利することができる。そしてあらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。祈りは霊的な武器です。祈りは霊的な武器です。すべての武具を聖書はつけなさいと言ってますよね。祈りは霊的な武具ですよ。祈りは力があります。旧約聖書の中に書いてありますよ。モーセが手を挙げているとイスラエルが優勢になり、モーセが手を下ろすとアマレクが優勢になった。アマレクはサタンを示しています。祈りの手を挙げるときに私たちは優勢になります。祈りの手を下ろすならサタンが優勢になります。だから祈るんですね。祈りは力ですよ。第一テサロニケの人の手紙、今年5章ね、今年の御言葉として告白しています。いつも喜んでいなさい。次は何でした？絶えず祈りなさい。すべてに感謝しなさい、ね、絶えず祈りなさい。悪魔を吠えたける獅子のように365日24時間獲物を探して回っています。だから絶えず祈るんですね。絶えず祈りによって私たちは武装していきましょう。サタンはね、破壊者です。妨げるものです。何を妨げるのか、パウロはテサロニケに行こうと思っても妨げられた。神の御業を妨げようとしてきます。特に私たちの個人的な神様との関係を妨げようとしてくる。で、神様と引き離そうとします。それだけではありません。人と人との良い関係を妨げて人間関係を破壊しようとしています。これがサタン。だから救われた私たちも同じですよ。クリスチャンとクリスチャンを何とかして仲違いさせよう、なんか妨げ入れてなんとかこうごちゃごちゃしてバラバラさせよう。これがサタン。聖霊は私たちを一致へと導きますね。祈りによって勝利できる。だから、ね、いつも喜びね、今年は絶えず祈りましょう。すべての、ね、サタンの技に勝利してサタンを退けていきたいと思います。そして3番目、まあ、これ今日の最後のポイントです。我慢ではなく忍耐しましょう。我慢と忍耐どういう意味が違うのかなって今回私ね、こうネットで調べたんですけども、まあほとんど一緒の意味ですね。今まで我慢と忍耐、まあ、どっちも耐えましょうという意味ですよね。あまりこう考えずに使ってきました、我慢と忍耐。
でも聖書を調べると我慢という文字はほとんど使われていない。我慢の神様とは書いてないんですね。忍耐の神と書いてある。我慢しなさい我慢しなさいじゃなくて忍耐しなさい忍耐しなさいと書いてあるんです、聖書にはね。もちろん我慢という言葉もちょっと使ってありますよ。でも圧倒的に忍耐という言葉は聖書は好んで使っています。だから何か違うんですよ。やっぱり我慢と忍耐は似てるようでちょっと違う。パウロは今日読みましたよね。何度もテサロニケに行こうとした。しかしサタンが覚めてあげた、ね、いやがっかりしたと思います。我が子のように愛してるんですよ。でも会えない。何度行こうとしても何か妨げが起こってきていけない。ああなんでこうなるんだろうとね、落ち込んだと思いますよ。パウロも人間ですから。でもずっとそこにとどまらなかった。2章19節でポッとこう視点をすぐ変えてきましたね。私たちの主がイエス様が再び来られる。ずっとサタンの働きに目を留めずにイエス様に目を留めていきました。私はなんかこうサタンの妨げによって行こうと思ってもいけない。でもイエス様は違う。私たちの主イエス様は再び来られる。サタンの妨げはない。イエス様というのはこの天地万物の見える世界も見えない世界も霊的な世界においてもトップにお座りに着座されているお方です。だからイエス様はサタンに妨げられるお方ではない。戦争であろうが災害であろうが病気であろうがどんな複雑な人間関係のいざこざであろうがイエス様の働きを妨げることはできない。イエス様は必ず天の父なる神様が定められた日にこの地にやってくる。そういう信仰を持ちました。これ再臨信仰です。そして全ての悪しきものをそうしてくださりサタンを永遠に燃える火の中に投げ込んでくださる。その時テサロニケのクリスチャンたちは、ね、その信仰が褒められて私の誇りとなる喜びとなる冠となるという、ね、私の栄光だ喜びになるとそういうね希望を持つことができた。希望を持つことができました。これ先週一章見ましたね。これ先週一章見た中心的な御言葉ですけども、神様の前にあなた方、これテサロニケのクリスチャンですよね。テサロニケのクリスチャンたちの信仰から出た働きは素晴らしかった。先週お伝えしました。そして愛から生まれた労苦、きっと救われた者同士がお互い弱さをいたわり合って愛し合っていったんでしょうね。その労苦の実があった、これ本当褒められていますよ。そしてもう一つ伝えましたね。ここですね、私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです。これはちょっと、ね、余分ですけど、まあ、信仰と希望と愛について先週お伝えしました。ここですね、忍耐という言葉が出てきます。パウロは我慢して我慢して我慢してというふうに伝えたんですね。私は忍耐したと。我慢と忍耐似ているようでちょっと違います。私たちの主イエス・キリストに対する望み、要するにイエス様に対するこれは希望ですよね。そこに支えられた忍耐、忍耐と希望はワンセットです。土台には希望があります。その上に忍耐があるんですね。希望があるから忍耐することができる、希望があるから耐えることができる。これが聖書の教える忍耐。ただの我慢とは違います。だから聖書は我慢しろと言わないですね。忍耐しなさいと。希望があるから、イエス様が共にいるから、
イエス様が勝利を与えてくださり、すべてを益と変えて豊かな実を結んでくれる、そこに希望があるから、その希望に支えられて忍耐しなさいと。何でもかんでも我慢しないと神様言っておられません。パウロが支えられたのはこれですよ。テサロニケのクリスチャンたちもイエス様に対していつも希望を持ってた。それが土台にあったからこそ、あらゆる苦しみにね、耐え忍ぶことができた。いろんなことが起こりましたけど、ね、希望に支えられた忍耐を働かせる。だから忍耐と希望はね、これワンセットですよ。で、聖書は我慢することではなく忍耐することを教えています。また我慢っていうのはね、こう書きますよ。我を怠る。怠るって分かります？ちょっとなんかな、よく怠慢という字が使われます。怠慢という言葉ありますよね。ちょっと怠けるとか、我慢というのは我を怠るって書くんですね。自分の願いを怠る。もう自分はどうでもいい、自分の願いはもうどうでもいい、自分の思いをひたすら押し殺す。伝えたいことあるけども、もうそのグッと飲み込んで、もう嫌だけどじーっと我慢していく。これ我慢。我慢もいいですよ。でも人間って許容範囲がありますよね、人それぞれ。我慢の許容範囲がありますよ。それ超えたらね、感情が爆発します。だから我慢からできる身はフラストレーションです。もうね、ずっとこう我慢して我慢してね、もう我慢しなさいって聖書はね、教えてないですね。忍耐しなさい。忍耐と希望ワンセットで、忍耐からね、素晴らしい実が実ります。忍耐の先には素晴らしい実がありますよ。いろんなところで聖書を教えてるんですけども、今日は一つを忍耐から生まれる実を、ね、語っている聖書箇所を持ってきました。一緒に朗読しましょうか。3、はい。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。アーメン。黄色いところに書いてありますよ。忍耐から皆さん何が生まれますか？どんな実が実りますか？ね、練られた品性です。苦難が忍耐を生み出し、そして忍耐から生まれるものは練られた品性です。イエス様のようなものへと変えられていく、ね、それは練られた品性ですね。そして練られた品性が希望を生み出していく。やはり忍耐と希望はね、切り離せませんね。ワンセットですよ。忍耐は素晴らしい実を結びます。最後にこのことを教えているですね、一つの詩を紹介したいと思います。まあ、いつもだったら詩を全文出すんですけど、今日はちょっと私の話し言葉でお伝えします。この岩を押した男という詩があります。一つの詩があります。岩を押してますね、はい。山にある男が住んでいました。そこに神様が現れてこう言いました。私はあなたに一つの仕事を与えます。あなたの家の前に立っている、ね、置いてある家の前にあるその岩ね、いつもあなたの行く道を妨げているあの大きな岩に立ち向かって、あなたの力の限りその岩を押しなさい。岩を押しなさい。妨げの岩を押していきなさい。で、その男は言われた通り毎日岩を動かそうと力の限りを尽くして押し続けました。朝から晩まで毎日踏ん張って何年も押し続けました。しかし1ミリも動かなかった。もうびくともしませんでした。全ての努力があざ笑うかのように
岩は全く動かなかった。神様が与えてくれた仕事だけども本当に無駄な力を使い果たして、これは何のためだろうかと失望落胆する心が浮かんできました。さあサタンがやってきました。もうお前はやめた方がいい、一ミリも動いてないじゃないか、全く無駄なことをしている、お前はこの仕事には向いてない。主の言葉に、神様の言葉に聞きしたかったのが間違いだった、そういうふうに支えてきました。この男はその打ちのめされた落胆の中で神様に祈りました。神様、私はあなたの言われた通り、あの困難な大きな岩に立ち向かって動かそうとして毎日働きました。でも1ミリも動きませんでした。私は無駄なことをしているのでしょうか、何が悪かったのでしょうか、なぜ私はこの仕事に失敗したのか。すると神様は答えました。私の愛する子よ、あなたは私の言葉に聞きしたかった、あなたは力の限り毎日その岩を押し続けてくれた。私はあなたに言いました、岩を押しなさい。けれども一言も岩を動かしなさいとは言わなかった。あなたの仕事は岩を強く押し続けることだった。今あなたの体と手と足を見てみなさい。今は筋肉が発達し、たくましくなった。そしてあなたの心もたくましくなり、あなたには忍耐の力が養われた。あなたは確かに困難の岩を動かすことはできなかった。しかし私に従って従順に岩を押し続けた。それがあなたの使命でした。あなたはよくやった。そして神様はその岩を動かされた。神様が動かされた。これは聖書の教える忍耐をよく表した詩です。忍耐は素晴らしい実を結びます。練られた品性を生み出し、希望を生み出します。私たちを作り変えていきます。イエス様の似姿へと私たちの心を強くしていきます。霊を強くしていきます。私たちの生活にも思い通りにいかないこと、何か妨げるもの、そういうことが多々起こりますけども、そのような時こそ、ね、イエス様に対する期待を持ちましょう。イエス様が勝利を与えてくださる、イエス様が全てを益と書いてくださる、そしてイエス様が素晴らしい実を結んでくださるという希望を働かせましょうね。そしてその希望から生まれる忍耐を持って私たちは歩んでいくことができますから、心から感謝をいたします。それではお祈りをさせていただきます。愛するイエス様、本当に私たちの普段の生活の中でも、まあ、いろんな困難が起こります。いろんな妨げが起こってくる時もあります。けれども私たちはイエス様、あなたに希望を持つことができますから、心からありがとうございます。あなたが勝利を与え、すべてを益と書いてくださり、素晴らしい実を結んでくださいますから、心からありがとうございます。今週1週間もイエス様、あなたと共に、本当にこの心を明るく、また前向きに生きていくことができますように、どうぞ今日本当にあなたの忍耐の力を、あなたの忍耐の思いを私たち一人一人の心に注いでくださいますようにお願いいたします。勝利のイエス様と共に歩めることを心から感謝し、この祈りをイエス様の名前によって天のお父様にお捧げいたします。アーメン。それでは磯井さん、献金の方をよろしくお願いします。主の教えを喜びとし、この賛美を持って献金の時に入っていきましょう。主の教え
レルヤ天の父なる神様、主を感謝します。今まであなたを知らない時に起こした罪、過ち、そういうものを未だに責められ苦しめられ、もう苦難に陥れられたりすることもありますしよ。でもあなた様はその罪を全部許してくださいました。ありがとうございます。主よ、そのあなたの約束をどんな時も固く握って歩んでいくことができますように。そして主よ、忍耐をさらに強くしてください。もう困難があるたびにあなたの恵みがあふれるという約束をしっかり握って歩んでいくことができますように。そして今あなた様が与えてくださった一部をお捧げいたしました。主よ、この教会にあなた様のその愛があふれ、主よ、そのもっともっとあなた様を信じる方が集められますように。どうぞ主よ、あなたが清めてお使いください。そして今捧げられた方々に、主よ、あなたの祝福が与えられますように。主よ、お祈りいたします。尊いイエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。お祈りを感謝します。それでは主を賛美しましょう。皆さんお立ち上がりください。祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。今週1週間も主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが私たち一同と共にあることをここに宣言します。アーメン。主にハレルヤ。主にハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。主に。
ハレルヤ、イエス様に感謝の握手をお捧げします。ハレルヤ、感謝します。では今日もお知らせがありますのでお座りください。